それじゃあ今日これから。すいません、お待たせして。ごめんなさいね、こんな時に押しかけてきちゃって。あ、いえ、あの、どうぞ。あ、どうもありがとう。この子、ひとみさんのことなんか何にも言わないんだもの。これじゃあお母さん何にもすることなくなっちゃったね。あんた何言ってんの。理恵のこと 2,3 日お願いしますね。別に、私ライブ見に来ただけだし。夜ちゃんと電話すんのよ。それよりさ、私どこで寝るのかな。ここって 2DK でしょ。ここで兄貴とひとみさんが寝るんだよね。何言ってんだよ。だって気になるんだもん。大丈夫よ、私声出さない方だから。あの、湯の沢ってどういうところですか。ああ、そうね、すっごい田舎。うん、これといった名物もないしね。でも、よかったら今度は遊びに来て。裏山にね、綺麗な滝があるのよ。あ、前匠が話したとこ。ねえねえお兄ちゃん、この前テレビ局が撮影に来てたよ。結構有名なの。ホラー番組の特集、自殺した人の霊が出るんだって。あ、それ新しく出たやつでしょ。ええ、貸して。でもこの色、ひとみさん似合わないよ。いいのよ、もらい物だから。お兄ちゃんからじゃないんだ。どうかな。お兄ちゃん浮気したんだって。匠が言ったの。やっぱりそうか。喧嘩の原因はそれか。やられた。この子。ちょっと待ちなさい。あんた可愛くないわね。ひとみさんが可愛すぎるんじゃないの。は？ねえ、明日帰るんだからさ、渋谷でも連れてってよ。ねえ、どうせ暇なんでしょ。怒んないよ。ほら、これ本当に私が持ってくの。文句言うなよ。だってこんなのどこ置いてくのよ。押し入れとか何やとかあんだろう。どこだっていいよ。お兄ちゃん、え、ひとみさんのこと大事にしなきゃダメだよ。ああ、分かった分かった。じゃあな。匠の神様の御免を晴らさんと大石くんつけ始め47名。ゴンがうるさいよ。さっきからやけに吠えてないね。なんとかしてよ。そりゃめ、犬だから吠えないな。今日お前ちゃんと散歩したんかい。今日は休みなの。盛りの時期だからしょうがねえだんべ。おめえと一緒だよ。ダメで。ちゃんと散歩してあげないからいけないんでしょ。あんた自分で飼いたいって言ったくせに。